序幕。始まりは目覚めから。チックタック、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 チックタック。目覚めの時間。あ、そうだ、バイト行かなきゃ。ちょっと遅刻か。店長、時間にはうるさいからな。最近は服…今日は静かだな。おはようっす。あれ、客が来てるのに誰もいねえの？いらっしゃいませ。すみません、ちょっとみんな外してるみたいで。ん？おっと、いけね、水。水はいいわ、お酒じゃなくてコーヒーを一つお願い。お砂糖たっぷり使うから、瓶ごとよろしくね。はい、コーヒー一つですね。砂糖は瓶ごとお持ちします。って、コーヒー作ってねえじゃん。まったく、何やってんだよ。すみません、少しお時間ください。いいわよ、私は急いでないから。お待たせしました。
った。え、なんだよね、お客さんがいるんだぞ。まあ、呼び捨て禁止。あと、名前じゃなくて外でもちゃんとお姉ちゃんって呼ぶこと。だから、声大きいって。すみません。なんだよ、お姉ちゃん。いや、なんだよじゃなくて。あ、ところで、その頭。頭？まあいいや。それより今日って誰かに会った？誰かに会ったって、今姉ちゃんに会ってるし、そこにお客さんもいるだろう。あ、本当だ。本当だって、何それ。あ、でもちょっといいからこっち来て。なんだよ、ちょっと、おい。誰もいないって、そりゃ。ほら、ほら、ほら。え？ねえ、店にさっきのお客さん以外、誰かいるの？いや、今日は誰にも会ってねえけど。ねえ、これってなんかおかしいよね。そう。本当に何も覚えてないのね。え？今なんて？あなた誰？この町の人じゃないですよね。おい姉ちゃん、本当に何も覚えてないのね。だからあなたは一体。私のことはエナクロと呼んでくれればいいわ。もしかして町の人が誰もいない理由とか知ってたりしますか？ええ、いないわよね。ずっと前からだけど。ここはあなたたち二人だけの、初めから終わってる、時すら存在しない世界。はあ？意味不明すぎんだけど。ただ、終わってるって言っても世界はそのまま残ってるし、私もたまに見に来てたんだけど、いつもぼーっとしてるだけのあなたが、今日は元気にコーヒーなんか入れてくれたから、ちょっとびっくりしちゃった。あなた、何を言ってるんですか？まあ、目覚めたのなら物語を進めましょう。さてと、タマ。はい、なのです。あ、いつの間に俺の頭の上に。お、やっぱ気づいてなかったんだ。あとはお願い、私は向こうで道をつなげるわ。了解なのです。え、ちょっと、待ってください。ということで、説明はタマが引き受けます。何が聞きたいのです？って何が聞きたいじゃねえよ。なんで俺の頭の上に乗ってたの？そもそもなんでキツネが喋ってんの？そこから説明するのですか？はあ、確かにエナクロ様が投げたくなる気持ちがわかるのです。ってなんで偉そうなんだよ。ちょっと落ち着きなよ、ラン。これが落ち着けるかよ。まあまあ、中でコーヒーでもどうです？あ、いただきます。って、中のコーヒーって俺が入れたやつだし。てか姉ちゃん順能力高っ。まあまあ、落ち着くですよ。そうだね、ランは少し落ち着いた方がいいかも。
あ、砂糖どうします？ロンは砂糖3つだよね。私は1つでいいよ。じゃあ中でコーヒー入れるですね。だから興奮してるのがバカバカしくなってきた。ミラージュ使い？俺たちが？はい、なのです。その生まれ持った奇跡の腕はその証したる印なのですよ。この腕？奇跡の腕？マジで？あなたたち二人はその腕が持つ不思議な力でミラージュと呼ばれる幻の存在を刺激してたのです。そして七柱と呼ばれる最強のミラージュたちすら刺激したあなたたちは一度は世界の王たる資格すら得たのです。はあ、世界の王？そのミラージュってのを刺激して？どう聞いているのです？誰から？もちろんエナクロ様からなのです。何はともあれ久しぶりにミラージュを使ってみるのですよ。どうやって？まずはタマのガーデンジェムを進呈するのです。なんだこれ？レンとランはこのガーデンジェムがあればその中のミラージュを自由に使うことができるのですよ。じゃあ早速戦闘の開始なのです。え？疲れたので終わりなのです。いいバトルだったな。
とレンはこんな風に多くのミラージュと戦っていたのです。マジで？俺たちが？はい、マジなのです。とても信じられないでしょうね。その様子だと積み重ねた経験も記憶も何もかも失ってるみたいだし。あ、そっか、この世界と一緒に切り離されてるからか。ん？もともと持っていたミラージュと一緒に記憶も失っちゃったってことですかね。でもミラージュと関係のない記憶だけはちゃんと残っているみたいなのです。そんな、まあとにかくこっちに来て。この光の先にあるこことは違う世界、グリモワル。そこはあなたたちが失ったミラージュが集う世界。俺たちが失ったミラージュが？そうよ。もう一度集めてみる気はある？そのミラージュというのを集めれば私たちが失った記憶も戻るんですか？さあ、それはどうかしら。記憶は忘れてしまったのではなく失ってしまったみたいだし。でもあなたたちが覚えていなくてもあの世界はあなたたちを知っているし、記憶の鍵や記録は必ずあると思うわ。つまり私たちが思い出す思い出さないに関係なく失った過去を知ることができるかもってことですか？そうよ。それにミラージュを集めていけばやがてあなたたちは家族にも会うでしょう。家族に？え、そうか、俺たちにも母さんや父さんが。ええ、それでどうするどうする？グリモワルに旅立つの？第1幕、プリメロの世界、グリモワル。ここがグリモワル？うわ、姉ちゃんもだけどああ、きっとそれはこの世界の人たちの姿なのですよ。こっちで行動しやすいようにというエナクロ様の配慮ですね。そんなことまでできるの？本当何者だよ。まあでもこれだったら手の模様も目立たなくていいね。姉ちゃんポジティブ。まっすぐ進めばいいんだよな。ここは一本道みたいだしね。まさかこんなところで迷子には。なるわけないって。あいつもミラージュだな。ひなチョコボなのです。早速あいつのガーデンジェムを手に入れてみるのです。よっしゃ、これってそれはひなチョコボを手に入れるためのジェムなのです。
初めて出会ったミラージュはエナクロ様印のミラージュ図鑑に記録されるのですが。おお、そんなのまであんの？あるのです。その図鑑に記録された時に最初の一つだけそのミラージュのジェムが手に入るのです。まずはあいつを弱らせてそれを使ってみるのです。ヒナチョコボが入ったね。はい、なのです。次はそのヒナチョコボを頭にのせのせしてみるのです。こんな感じなのです。ああ、グッズヒルでタマがラーンに乗ってたのはそののせのせって状態だったわけね。はい、なのです。こうしてるとタマはとても楽なのです。お、楽なのか。のせのせしているとみんなのヒットポイントが合わさってパワーアップしてるような状態になるのです。おお、まるで合体メカみたいじゃん。その上、魔法や技といったアビリティものせのせしてる組み合わせで変化するのです。アビとかはよくわかんないけど、合体して出す必殺技みたいなもんだな。でも敵の攻撃で崩されてバラバラ状態になってしまうこともあるので気をつけるのです。ラーンが言う合体が解除されちゃうってわけね。それは気をつけないとな。ただバラバラ状態ではパワーアップはなくなるですが、それぞれ個別に行動が可能なので手数が増える分回復と攻撃にコマンドを分けるとかいろいろと有利なこともあるのです。場合によっては自らバラバラになるのもありなのですよ。状況に合わせてうまく使うといいのです。Thank you.
ちなみにレーンとランはオービ…できないので、ミラージュを上に乗せたいときはオービトに、自分が上に乗りたいときはプリメロになるといいのです。試した方が分かりやすいので、ミラージュが集まったらいろいろやってみるのですよ。あれ、行き止まり？他に道なんかなかったし、どうすんだこれ。はい、なのです。よく見るのです。この壁っぽいやつは頂戴ゴーレムなのです。もしかしてミラージュなの？普通のミラージュとは違うのです。世界中のいろんなところにいて、欲しいものを渡すまで道を塞いでる困ったやつなのです。何を渡せばいいんだ？欲しいものがみんな違うので、まずは頂戴ゴーレムを調べてみるのです。それさっき捕まえたヒナチョコボなら探せるかもしれないのです。まずはミラージュボード上でヒナチョコボのアビリティを解放するのです。What?
もう一度頂戴ゴーレムを調べるのです。あれ、なんか頂戴。あ、消えた。へえ、ひなチョコボがアイテムを見つけてくれたおかげだね。へっへん、こうやってミラージュと協力して先に進んでいくのです。ミラージュボードにはアビリティの習得以外にも姿形が変わるほどの大きな成長もあるのです。レベルを上げてどんどん解放してみるといいのですよ。冒険も戦闘も役になっていくこと受け合いなのです。あれ、なんか見つけたぞ。そういえばミラージュってやっつけると消えちゃうけど、あれってどうして？ここの世界のミラージュの多くはもともとはこの世界の存在じゃないのです。なのでレーンやラーンにせ…あれ、こういう話前は誰に聞いたんだっけ。思い出せそうで思い出せないな。今度はなんだ。ダーククレバスなのです。大抵は中にミラージュが生息していて。ミラージュ？じゃあこいつも捕まえちまおうぜ。あ、なんか強そうじゃね。こんな風にとても強いミラージュが潜んでいることもあるのです。あるのですって今さら言われても。逃げられねえ。あら、もう向こうで死んだの？え？死んだ？俺が？まさか。そういえば、あのダーククレバスの中で。お、でも生きてんじゃん。それは、死が確定する前に今の戦闘をなかったことにしてここに帰ってきたことにしたのよ。そんなことできるんですか？できるわよ。やってるのはタマだけど。はい、なのです。時をほんのちょっとだけ巻き戻して強制帰還したのです。でもタマの命を使っているので、使った後はなるべく休憩が欲しいのです。命？タマはこれでも複数の命を持ってるのです。だからそのうちの一つをニエにして時を戻したのです。これは夢の中でリボンをつけた女の子に特別に教えてもらったのですよ。なんかよくわかんねえし、なんか怖えけど、なんかタマってすげえ。でも今は二人の命を守ることだけに限定されてるので、さっきみたいに戦闘で負けた時だけのことなのです。あとあと、タマのその命はここでしばらく休めば元に戻るので、
亡くなる前にここに戻ってきて休憩を希望するのです。了解了解、全然 OK、 たっぷり休んでくれ。はい、なのです。何にしてもありがとね、タマ。ラーンが人の話聞かないで突っ込んだのが原因だけど。あれ、誰かいる？ああ、そういえば道に迷ったってここに来た子がいたわね。話してみたら？ちょっと面白い子みたいだけど。へえ。でも外の世界からこっちって簡単には入れないはずだけど。よっぽど異界を渡るのに慣れてる子なのね。バイト先の方っていうか、ノースウォークの方ね。あ、本当に？小さいプリンメロの人？どうも、こんにちは。ここ、静かでいいところね。どなたなのです？あ、私はチョコラッテよ。ふらりとここに迷い込んじゃった迷子の乙女って感じ。はい。もともといろんなところに流れ流されちゃうのよね。いらっしゃい、いいものあるわよ、ちょんちょこりん。って何してんの？しかも金もしっかりとんの？当たり前でしょ。まあまあ、向こうの世界にも。あっ、こりゃ！こんなことするのはセラフィーなのですね。そりゃそうですよ。自分だけ目覚めて私に声をかけないなんて、そんなひどい玉に育てた覚えはないですよ。セラフィーになんて育てられてないのです。誰？はいはい、私は可愛い風の妖精、セラフィーちゃんです。得意なことは噂を集めることと、そうですね、今は金庫番なんかもできます。はい。金庫番？そうそう、それで出てきたんですよ。ガーデンジェムもあれです。結構集まりました？まだそれほどじゃないけど。まあまあ、すぐにいっぱい集まって両手で持てないようになりますよ。確かに意外とかさばるしな。そんな時はセラフィーちゃんにお任せ。エナクロ様に作ってもらった金庫ジェムケースに大事に保管しておきますので、好きな時にガーデンジェムを交換するといいと思います。あ、でも好きな時って言ってもこの玉子と違って私はあまりここを離れないので、こことつながりが強い安全な場所でだけ対応しますので、よろしくね。お細かいところはよくわからないけど、よろしくね。あと、これ私の眷属のガーデンジェム、私と同じで超可愛いから大事に使ってよ。おこいつはこういうやつなのです。
と、あとはあなたたちだけでもなんとかなるわね。もう行っちゃうのですか？ええ、あとはよろしくね。了解なのです。はいはい、ナインウッズヒルのマスコット妖精の役割よろしくされました。誰もよろしくしてないのに。どこに行くんですか？どこって、ここではないどこかよ。いや、それじゃ全然わかんないですけど。それにまだいろいろ聞きたいことがあるし。ああ、自分で調べなさい。もう私に頼っちゃダメよ。頼るとか頼らないとかじゃなくて。それにね、どの世界にもルールがあるの。火が水で消せたり、光が闇を照らしたりね。いや、それ当たり前のことじゃん。そう、だから私も簡単には破れないくらい強固なものにしてあるのよ。何が？世界のルール。はあ、意味わかんないんだけど。あなたに頼ると世界のルールを破ることになるんですか？そうよ。そうよって、てかさ、そもそもあんた何者？私は神様よ。え？嘘とも言い切れないけど、すごくなんか中途半端というか、あんまし何もしてくれてないというか。まあ、エナクロ様はいつもあんな感じよ。で、神様ってマジなの？知らない。エナクロ様はエナクロ様よね。そうですね。そうなんだ。やれやれ、やっと戻ってきた。誰のせいだっけ？さあ、誰？ちょっと！Thank you.
始めるぜ。戦闘開始。分かってるって。でもこんな見えてたっけ。一度戦闘したので情報が見えるようになったのです。他にもライブラという魔法を使えば戦う前に調べることも可能なのです。覚えといて損はないのです。そうね。はい、覚えといて損はないのです。ラン、なんで二度も。それも名指し。もんだな。たとえ傷
第2幕予言に謳われる兄弟。あの橋の先にあるのって町なのか。なんだか懐かしい感じがする景色だね。姉ちゃん、ここ座ろうぜ。の新しい客であるな。はい、切符拝見。ミラージュって喋った。いかにも私はミラージュであるが、この列車の車掌でもある。切符を拝見。車掌？いや、まあそういや、タマも喋るか。でも、私ら切符なんて…あるのですよ。あるのかよ。お、半永久切符ですな。これまた久方ぶりでありますな。それでは、良い旅を。いつの間に切符なんて…エナクロ様より必要なものは預かってるのですよ。へっへん。そうなんだ。ところで、半永久って何？なんで永久じゃないの？すげえな。本当に異世界って感じだね。おお、タマ、お前も俺に乗っとけ。はい、なのです。あの、失礼ですが、あなたたちは一体どこから来たのですか？あ、私たち…バハムート軍のミラージュだ。バハムート軍？ミラージュ？はい、バハムート連邦が抱えるミラージュで作られた軍隊です。ミラージュを使って軍を作ってるの？まあ、なんでもいいや。とにかくミラージュだって言うなら手に入れないとな。ちょっとラン！覚悟しろ。なんだかスパイシーなのです。これでどう？決める！
決める。いけ、あれ？今のミラージュ、なんでガーデンジェムにならないんだ？あのミラージュを包んでいた光は、他の支配者がいる証なのです。支配者？虫歯？違います！簡単に言うと、あのミラージュは他人のものなので、持ち主を先にギャフンと言わせないと、なかなか捕まえられないのです。そんな面倒な設定があったのか。ちょ、設定とか言わないの。大人だ。ま、いけね。バハムート軍のものなのか。でも奴らをやっつけたわよ。これってまるで予言そのものじゃない。どっちのなんだ。でもあの予言って。こちらへよろしいですか。お、はい。あなたたちは異界からの訪問者ですね。その…よくわかんねえけど、多分そう。それもミラージュ使いだぜ。ちょっとラン。いやいや、隠したってこういうのはバレちゃうんだって。なんつうの？生まれ持ったオーラっての？ラーンにそんなものあるわけないでしょ。少々聞いていただきたい話があります。この町にあるコーネリア城まで来てください。なんとかネリ城に来てくれたってさ。ま、城ってくらいだから上にある。あらあら、長いこと何一つ合ってないのに方向だけは合ってるのです。でも面白いの。あらあら、でも面白いの呼び出しなんて。何者なのかしら。ちょっす、変なっちゃって。変な挨拶しないの。改めまして、コーネリアを治めておりますセーラと申します。え、お姫様ってこと？そうだったんですか？すみません、特にラーンがいろいろと無礼を働きまして。え、俺だけ？私は姉のレーンと言います。失礼しました。いえ、こちらこそ。最初はバハムート軍のものかと疑ってしまいまして。それなのに、先ほどはバハムート軍のミラージュより町をお守りくださり、ありがとうございました。あ、いや、そんな丁寧にされると困る。何急に慌ててるの。でも確かに私たちそんな大層なもんじゃありませんので。そうそう、少々くらいなもんなんで。はい、少々なんて言葉初めて聞いたのです。あ、すみません。とても予言に謳われている方々には見えませんね。予言？あ、そういえばさっき町の人たちもなんかそんなことを言ってたような。失礼しました。少し順を追ってお話しさせていただきます。ここコーネリアは
グリモワールの中層にある非連邦国です。非連邦国？はい、現在グリモワールでは世界中のほとんどの国家、自治区がブレンディレス・ミツカイ王を頂点としたバハムート連邦王国に参加しています。しかしコーネリアは未だ連邦には加盟しておりません。連邦からは幾度となく加盟するように達しがあったのですが、断り続けるうちに侵略まがいの行為をしてくるようになって。それがさっきのミラージュたち？はい。さっきおっしゃっていた予言というのは？青の予言の分岐に関するくだりです。再び刻まれし時、丘よりの大人、異界より来たる訪問者として帰らん、かの者たち、世界に二つの分岐を生み出す。それはクゼとなるか、破滅となるか、大いなる意志の届かぬ闇の中。破滅とクゼの分岐？クゼ？クッゼ！お前マジでクッゼ！何を言ってるですか！タマは臭くなんかないのです！ヤンはバカですか！誰がバカですか！すみません、弟たちは無視してください。はい、もしその丘っていうのがウツヒルのことを言ってるんだとしたら、あながち関係ないとも言えないのかな。あの、少々ぶしつけな質問かもしれませんが、この国が加盟をしていない連邦国に他の多くの国が参加しているのはなぜでしょう？グリモワールにいるミラージュは支配の大小こそありますが、ほぼ全てが連邦の管理下に入っています。連邦の後ろ盾さえあれば、国民は普段の生活におけるミラージュの脅威から解放されるのです。世界中のミラージュを管理？マジで？はい、マジです。へえ。バハムート軍のセグリワですと、ペリノアという二人の見つかりが、まるで大昔のミラージュ使いの女王様のように全てのミラージュを管理していると聞いています。ミラージュ使いの女王様、昔はそういう人がいたんですね。はい、もう100年以上前の話ですが。なら、これも素朴な疑問なのですが、連邦がミラージュの脅威を取り除いてくれるというのは、ここの国民にとってもいいことなんじゃないですか？そうかもしれません。しかし、連邦に加盟をすると彼らの法制度に沿い、ある思想も受け入れねばなりません。私はそれがとても恐ろしいのです。恐ろしい？はい。これはどうかあなた方の目でいつか直接ご覧になり、考えてみてください。わかりました。それで、あなたたちはこれからどうなさるのですか？ま、どんな状況だとしても、今の俺たちって結局ミラージュを集めるしかないかと思うんだよね。え？私たちは以前持っていたミラージュを失っていて、それと一緒に記憶もなくしちゃってるみたいなんです。で、もう一度ミラージュを集めていけば記憶が取り戻せるかもって言われて。だから、あのゴブリンどもがミラージュならサクッとやっちゃいいんしょ？それは、つまり…あ、多分どれくらい役に立つかわかりませんが、協力しますってことが言いたいのかと。よかった、ありがとうございます。少し安心いたしました。でも、協力するにしてももう少しミラージュがいた方がいいんじゃない？私たちミラージュがいないとまともに戦えないし。そうだな。お姫様、ここらにいろんなミラージュがいる場所ってあったりするのかな？それなら、ここから北東に進んだところにネブラの洞窟という野生のミラージュが数多く生息している場所があります。お、あるんだ。でもそこはかなり凶悪なミラージュの報告もある、とても危険な場所です。もし行かれるようでしたら、くれぐれも注意なさってください。ありがとうございます。肝に銘じさせておきます。させてって俺のこと？俺だけ？
町の外に出るにはここを下っていけばいいみたいね。しかし面白い作りだな。ここではこれが普通みたいなのです。町の人にもいろいろ。いやそこ実はミラージュのことにお詳しく大地の葉ぜひとも。ここではよろしくお。ここではこよろしく。ここではこれが普通みたいなのです。町の人にもいろいろ連邦に。ここではこれが普通みたいなのです。町の人にもいろいろと話を聞いてみるといいのです。なんだこれ。あ、うまくつながってるみたいなのです。おい、タマ！ちょっと！え？うつひるに戻ったの？こうやってゲートがつながるのは一箇所じゃないのです。向こうの安定している場所から一度こちらに道を開けばその場所に行き来は自由なのです。どうやってその道を開くんだ？さっきみたいに決まった場所に近づくだけで開くのですよ。でも使うのに対価や制限みたいのがあるんじゃないの？何もないので気軽に戻ってきて大丈夫なのです。それにこちらの時間と向こうの時間は進み方が全く違うので向こうで何が起こっていてもこっちでのんびりしてて問題ないのです。おお、すげえ便利じゃん。ちょっと便利すぎる気がするけど。自由自在に一度行ったところに行けるなんて。名付けて行ったところにイゲート。0点なのです。センスのかけらも感じないのです。マイナス20点。マジって、それもマイナスなの？はい、追加追加情報ですよ。なんなのですかセラフィー。ジェムケースはこのゲートがある場所でも使うことができるのです。あー、ゲートはというわけなのですね。じゃあ洞窟に向かいましょう。第3幕、古き知り合い。ネブラの洞窟はここから北東って言ってたよね。がっつりミラージュを手に入れるとするか。勝手に歩き回って迷子にならないでね。探すの面倒だし。ならないでね。はい。
しかし空気が綺麗だな。本当だね。やここは今までよりミラージュが強そう。気をつけ。ほう。エブラ。いい加減やめなさいよね。お、ここにもあるのか。町の中やミラージュが多い場所のスタート地点などに自然にできてるのです。もう一度来るときなどにはとても便利なのです。それに他の町に戻るときとかショートカット。はまずこのゲートに入ってナインウッズヒルに戻り、向こうのゲートから。よっしゃ、冒険だ冒険。とりあえず行け。やるしかないね。かかってきな。いいバトルだったな。勝利だね。はいはい、あんまりはしゃがないでね。想像より思いっきりなダンジョンだ。ダンジョンってもともとはお城の深いところにある牢とか地下室って意味だったらしいよ。姉ちゃんのうんちく久しぶりに聞いた。だいぶ。決める！いけ！じっとしててよね。
った。いけ！うんざりしてるの。うんざりの語源ってさ。いやもういいから。ちょうだい。実力通り。
っし。勝利だね。道と道ができた。はい、道道渡りましょうなのです。二人とも意味不明だから、道道みっちり話しましょうか。うなんか負けた。タマも敗北宣言するのです。ねえ、まさかとは思うんだけど、たまに頭の中に湧いて出てくる説明。ただいま。
やったな。心の底から残念そうに言わなくても。ビビった。ミラージュもノセノセしてんのな。ランやレンと一緒でノセノセしてる奴らは一人でいるより全然強いのです。覚悟はいい。これはノセノセの場合があるのも同じなの。もちろんなのです。決める。ヘイヘイ。突っ込まれる前に突っ込んだか。結界のようなもので、この場所そのものがとても強いミラージュに支配されている証なのです。困ったことに、この中だと戦闘に負けた時に使っている強制機関は効かないのです。機関が効かん。うまいこと言うね、タマは。じゃあこの中に入る時は準備をしっかりした方がいいね。はい、なのです。旅の記録もおすすめなのです。なんじゃこりゃ。気をつけて。おお、こ
ここに入り込むような物好きを見に来たのじゃが。はて。あら、久しぶり。おお、ガキども、息災か。息災って誰がガキだ。そういうところがガキだっての。まあでもそもそも私らまだガキで間違ってないわよね。変わらぬようだな。なんで笑ってるんだ。ランがバカだからでしょ。まあそれは棚に置いといて。置いとくの？どこの棚？私たち知り合いだったみたいね。覚えてないわけですが。覚えておらんじゃと。お呼びがないと思ってたけど。ならば話は一つ、これまでの関係を仕切り直させてもらおう。再び我らを従えたければ我ら三人に力を示せ。示せ。待て待て、お前も相変わらずせっかちじゃの。なんだラム。奴らをよく見ろ、だいぶ前と違うようじゃぞ。ほんと前よりずいぶんあれかもね。あれって何。ランを見ればね、仕方ないのです。あれか。だから何。そうね、なら私たちの中から一人くらいがちょうどいいかしら。ふん、そうじゃな。どれ、わしらの中から一人選ぶがいい。選ぶって何。相変わらず察しの悪いやつじゃ。今のあんたたちだと私たち三人相手は荷が重いってことよ。だからご親切にどうも。さてと、じゃあだからって何。私と遊ぶ？ダイヤモンドダストで身も心も凍らせてあげるわよ。一気に寒くなってきたのです。あれかどうか試してみろ。結構気にしてんだ。今だ。
よし、実力通り。まあ、今日はこんなところじゃろうな。ちょっとは楽しかったわよ。ずいぶんちっこくなっちまったな。ほっとけ、これから大きくなんだよ。ではまた会おう。またいつか会うとしようか。それじゃあね。あれ、これってガーデンジェム。いや、そこを聞いたんじゃないから。ああ、さっきのミラージュたちはジェム化していないので、彼らに属するミラージュをプレゼントしてくれたみたいなのです。なるほど、ちょっとだけ認めてくれたってことね。ネブラのミラージュは解放され、時も再び動き出す。じゃあバハムート軍の襲撃に備えて一旦コーネリアの町に戻ろう。入り口まで戻るのか。ナインウッズヒロミならすぐに戻れるのですよ。エリアのボスが消えた後なら、その場所にリターンゲートを作れるのです。ポン、サナです。ここからナインウッズヒロに戻ってコーネリアの町に行けば、近道ショートカットってやつだな。え、それは近道をさらにショートカットするのですか。まさか近道そのものをショートカットなのです。いや、もうそれ近道じゃなくなってると思うよ。
しょう。